耳なし法一。昔、阿弥陀寺というお寺に法一という琵琶の上手な法師がいました。法一は子供の頃目の病気にかかり、目が見えなくなってしまいました。でもお師匠さんについて琵琶の弾き語りを習い、どんどん上手になりました。阿弥陀寺の和尚さんはそんな法一の芸を見込んでお寺に住まわせました。法一が一番得意なのは平家物語という曲でした。源氏と平氏の戦いという本当にあった出来事を曲にしたものですが、法一が語り始めると聴いている人は誰一人涙を流さずにはいられませんでした。ある夏の夜のこと、和尚さんは法事で出かけてしまい、法一は一人お寺に残って琵琶を弾いておりました。すると、法一、法一と呼ぶ声がします。どなた様でしょうと目の見えない法一は尋ねました。わしはこの近くのある身分の高いお方の使いじゃ。殿がそなたの琵琶を聞きたいとお望みで、こうして迎えに参った。館へ案内するからついて参れ。喜んで参りましょう。法一はついていきました。使いの者が歩くたびにガシャガシャと鎧の音がします。きっと立派な鎧を着た侍なのだろうと法一は思いました。やがて館に着きました。庭も座敷も広くて立派に思われました。大勢の人が集まっているらしく、サラサラという着物の擦れる音や鎧の触れ合う音も聞こえてきました。家来らしい人が、法一、では早速平家物語を語ってくだされ。法一は琵琶をかき鳴らし語り始めました。法一は心を込めて弾き語りました。曲が進んで源氏と平家の最後の戦いの場面になりました。戦いに敗れて平家が滅んでいく残念な悲しい様子を法一が曲に乗せて語ると、静まり返っていた人々の間からむせび泣きの声が聞こえるのでした。曲が終わっても人々は思いに沈んでいるらしく、しばらくは口を聞く人もありませんでしたが、やがて先ほどの家来が、ご苦労じゃった。そなたの琵琶は実に素晴らしい。殿も大層喜んでおられる。ありがとう存じます。ついては明日の晩も明後日の晩も毎晩そなたの琵琶を聞きたいとおっしゃる。法一、どうか毎晩この館へ来てくれ。わしが迎えに行く。褒美は思いのままのものをやろう。だが寺に戻ってもこのことは誰にも話してならぬ。よいな。次の夜もその次の夜も法一は向かいの侍について館へ行き、人々に琵琶を弾き語って聞かせました。和尚さんは法一が毎晩のように明け方になって戻ってくるのを知って、法一にどこへ行っているのかと尋ねました。しかし法一は館での約束を守って一言も話しませんでした。和尚さんは何か訳があるに違いないと思い、寺男に法一が出かけていったら後をつけるように言いつけました。その晩も法一は出かけていくので、寺男がそっと後をついていくと、目が見えないはずの法一が大層早足で歩いていきます。そして
墓場のあたりでふっと姿が見えなくなってしまいました。一体どこへ行ったんだろう。寺男があちこち探し回ると、あ、もう少しで声に出して叫ぶところでした。それほど寺男が見た光景は恐ろしいものだったのです。法一は暗い墓場の真ん中に座って琵琶を弾いていました。そしてその周りをいくつもの鬼火が飛び交っているのでした。法一は亡霊に取り憑かれたんだと寺男は思いました。悔し涙とともに海に沈んでいった平家一族の亡霊に。寺男は寺に帰って和尚さんにこのことを話しました。話を聞いた和尚さんは法一を呼んで、法一、お前の優れた芸が亡霊を呼んだのじゃろう。が亡霊に従う者は命を取られるのだ。今夜わしは出かけなければならん。そこでお前の体に間違いの経文を書いておく。そうしておけば亡霊は取り付くことができない。亡霊がお前を呼んでも決して返事をしてはならぬ。声を出せば間違いは破れて聞かなくなる。よいか、じっと座禅を組んで、どんなことがあっても声を出してはならぬ。はい。大一は体中に経文を書いてもらい、夜一人で座っていました。するといつものように使いの侍がやってきて、法一、法一と呼びました。しかし法一の体には経文が書いてあるので亡霊には見えないのです。法一、どこにおるんじゃ。亡霊は法一を探し回りました。そして亡霊は法一の耳だけを見つけたのです。和尚さんは耳にだけ経文を書くのを忘れていたのでした。おのれ法一め、わしがお前を呼びに来た証拠にこの耳をもらうぞ。そうして法一の両耳をつかむと、その耳をもぎ取って帰っていきました。その間法一は痛さや恐ろしさをこらえて座禅を組んだままじっとして声を上げませんでした。やがてお寺に帰ってきた和尚さんは急いで法一のところへ来ると、法一、どうした、無事か。法一はまだじっと座禅を組んでいました。しかしその耳は両方ともなく、もぎ取られた後から血が流れていました。法一、すまなんだ、耳に経文を書くのを忘れておった。しかしその後二度と亡霊は現れることがありませんでした。やがて法一の傷も治り、この話はやがて人から人へと伝わって、法一の琵琶はますます評判になりました。そして有名な琵琶法師となったそうです。おしまい。